こんにちは。サンドのささよりヒーローが好き、特撮出身のパンダです。これまで当チャンネルでは、特撮作品、現実の影響で変更された要素解説と題して、現実世界での事件や出来事が、特撮に与えた様々な影響を特集してきましたが、今回は逆に、特撮作品を出発点として、特撮と関係のない現実の世界にまで影響を及ぼしたケースについて、主要な事例を紹介してみたいと思います。それでは、行ってみましょう。ツインテールは怪獣が先だった。今日髪型の種類として広く知られているツインテールですが、我々特撮ファンとしては、帰ってきたウルトラマンに登場した怪獣ツインテールを持ち出し、俺たちにとってのツインテールはこっちなどというのがお決まりとなっていますよね。しかしこのツインテールという同音異義語の誕生は、実は偶然の一致ではなく、怪獣のツインテールの方が先にあって、それをもとに髪型の名前が付けられたということは皆さんご存知でしょうか。実はこれ、この手のオタクワールド発祥の用語の中でも、命名者自身によってその経緯が詳細に言及されている珍しいケースなんですよね。この髪型をツインテールと呼び始めたのは、後にゴジラシリーズや超精神シリーズなど多くの東宝作品でも活躍されたビジュアリストの今井聡氏。この今井氏が2010年のブログの記事で二十数年前の話として綴ったところによると、当時人形シリーズのジェニーのファンの集いを仲間と共に主催していた彼は、新キャラのメイリンを紹介するにあたり、その髪型を以前からあったポニーテールのツイン版だからということで、帰ってきたウルトラマンの怪獣とかけてツインテールと命名したとあります。さらには当時のパソコン通信のコミュニティで、彼らのグループが同時期のアニメキャラの髪型についてもツインテールと好んで呼称しているうちに、いつしかドールファンやアニメファンの間でこの髪型をツインテールと呼ぶことが一般化し、現在に至るというのです。つまり髪型のツインテールは、怪獣のツインテールを由来として持つことがはっきり判明しているんですね。ちょうどもうすぐ2月2日はツインテールの日ということで、ツイッターの特撮ファン界隈でもツインテールとツインテールをかけたツイートが怪獣送信劇のごとく溢れると思いますが、その際にはこの由来の話を覚えておけば、よりツインテールの乱舞を楽しく見られるのではないかと思います。ちなみに今井氏の特撮とジェニーにかける情熱は、2007年東宝制作の特撮人形劇かわいいジェニーという形で商業作品として結実を見ることになります。監督は平成ゴジラや超精神シリーズで知られた河北浩一氏、メイン脚本はコメディ特撮の旗手浦沢義雄氏と、謎に豪華な布陣から繰り出される王道の映像美とシュールなストーリーが融合したカオスな世界観で、一部の特撮ファンの間ではカルト的な人気を得ている作品ですね。東宝特撮全怪獣図鑑にもちゃっかりページがあり、知る人ぞ知る伝説の番組として現在もなお語り草となっているなんて書かれています。現状では DVD の購入しか視聴手段がありませんが、いつしかサブスクなどで気軽に見られるようになれば、再評価の機運も高まるかもしれません。キャストオフの新たな意味、もう一つ特撮作品を出展として特撮ファン以外の層にまで広まった言葉として、フィギュア界隈におけるキャストオフという用語をご紹介しましょう。本来英語のキャストオフは服などを脱ぎ捨てることであり、これが日本国内でカタカナ語として用いられたのは、もちろん2006年の仮面ライダーカブトがほぼ最初の例と見られます。カブトにおけるキャストオフとは、マスクドフォームの走行をパージし、ライダーフォームに2段変身する現代版イナズマンとでも言うべき機能でしたが、ちょうど本作の放送と同時期に美少女キャラなどのフィギュアにおいて、衣服にあたるパーツを取り外して素肌を見ることができるタイプの商品が増え、これを本作になぞらえてキャストオフと呼ぶのがネットの一部で流行したんですね。その後、衣服の着脱ギミックを一言で表せる便利な表現として、このキャストオフという用語は特撮を知らないアニメファンにまで広く普及し、今日ではフィギュアメーカーの側でもサイトやパッケージの商品説明にてキャストオフかなどと書くのが当たり前になっていたりします。まさか2つ続けて女の子の人形の話をするとは思わなかったよ。
まあツインテールほどメジャーになった言葉でもないので、そんな言い方あるんだと今初めて知った方も多いかもしれませんが、逆に元ネタが仮面ライダーだと知らずにこの言葉を使っている層も多いはずで、人口比としては兜のキャストオフだけ知っている人とフィギュアのキャストオフだけ知っている人は半々くらいかもしれません。ちなみに多くの特撮作品の参戦で知られるカードゲームのバトルスピリッツにも昆虫の脱皮を表現したキャストオフというカードがあり、モスラの幼虫を成虫に脱皮させるという真っ当な原作再現のほか、モスラからキャストオフしてディケイドカブトが出てくるというまさかのプレイングも可能だそうです。おのれディケ、目を覚ませ、僕らの世界が鮭に侵略されてるぞ。最後に特撮作品が現実世界に影響を及ぼしたケースといえば、ルパンレンジャー VS パトレンジャーのクリスマス会を発端とし、先日とうとうウィキペディアに単独記事まで作られてしまったクリスマスには鮭を食えを取り上げざるを得ないでしょう。クリスマスには鮭を食えはクリスマスに関する日本語系のインターネットミーム。真面目か。このチャンネルでもたびたび取り上げてきたので今更説明はいらないかもしれませんが、女装にエアロビにエビフライにキツツキとカオスなエピソードを多数繰り出してきた本作が満を持して送り込んだ最後の資格が第45話クリスマスを楽しみにでした。こちらは鮭を模した怪人サモーンが、このチャンネルでこいつの姿見るの何回目だよ。怪人サモーンがクリスマス用のチキンを売るお店に次々と押し入っては、クリスマスにチキンを売るな、クリスマスには鮭を食えとゴリ押しし、街を混乱に陥れるというとんでもない筋書きのエピソードであり、案の定放送直後のツイッターのトレンドは鮭一色に染まることとなりました。なお脚本はかの浦沢氏の直弟子の大和屋行氏です。本話がネットで受けまくったため、翌年以降も東映は悪ノリに悪ノリを重ね、流走ジャーではクリスマスツリーに鮭の飾りが混入していたり、ゼロワンではクリスマス会でモブの子供が鮭も食べたいと言っていたり、キラメイジャーではクリスマスの直前にタメ友が鮭を抱いていたり、前回ジャーでは12月上旬から早くもガオンが鮭を持っていたりと、もはややりたい放題の様相を呈していますが、このネタの真の恐ろしさは徳オタやその他のオタク層の間での盛り上がりにとどまらず、外の世界にまでリアルに影響を及ぼしてしまったこと。なんでも本作が放送された2018年のクリスマスには実際に鮭の購入が増加したようで、それを受けてか翌2019年のクリスマスシーズンにはイオンがそれまでのロブスター推しから一転、メリクリサーモンというハッシュタグを作り大々的にサーモンを売り出すという嘘のような本当のムーブメントが現実に起こってしまったんですね。さらに2020年には農林水産省までもサーモンでクリスマスなどと言い出し、クリスマスに鮭を食うことを国民に推奨するという目を疑うような出来事もあり、サモーンによる現実世界への侵食がいよいよ深刻なものとなってきました。そしてつい最近2021年のクリスマスにはとうとう農水省のアカウントが直々にクリスマスには鮭を食えともはや隠す気もなく言い放つ事態があり、この件がネットニュースでも大きく扱われた結果、先日のウィキペディアの記事まで爆誕してしまったわけですね。かくして作中では阻止されたはずのサモーンの野望は第4の壁を越えて今なお私たちの世界を蝕み続けています。この分だとこの世界がギャングラーの手に落ちるのも時間の問題でしょう。ということで今回は特撮作品が現実世界に影響を与えたケースを取り上げました。この動画が好評であれば今後第2弾以降も続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしい話題のリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見を寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮趣旨パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せているのでこちらもよければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。